改名中学校、高等学校は、大阪府大阪市上等区の絵にある私立の中学校、高等学校。源流は、大正初期1914年、商工会議所が設立した実業学校で、太平洋戦争後に商業高等学校の大阪貿易学院として、発足した。バブル景気崩壊後1995年に改名し、21世紀に、 入るまで男子校だった。現在、高校の生徒の95%が6年コースの内部進学。設置者は、学校法人大阪貿易学院。1914年12月、商業学校規定のおつ手業学校として発足。英語、中国語、ロシア語の教育に重点を置いていた。太平洋戦争後の学生改革に伴い、 新生の商業高等学校、大阪貿易学院高等学校として設置されたが、1979年英語化を併設。これを機に、いわゆる赤石道立をはじめ私立大学の文系への合格を目指し、1980年代末頃から大学進学指導に注力し始める。1991年に中学校を併設。中学、 高校の6年間で国公立大学に進学できるような学力を培う進学校になるという目標を掲げてリスタートを切った。翌1992年、生みの親の大阪商工会議所の主幹から外れたが理事長には現在も代々商議所の役員が就任している。進む学校への目標を掲げた中学校開設から四年後の百九十五年に 解明。解明について、人知が明け文物が進歩すること。中国の古典では、聡明という意味で使われたり、太陽が昇る東の方角であると説明されたりしていますとしている。その後2001年に中学校が、2004年に高校も男女共学となった。現在、 一学年八クラス規模のうち内部進学七クラス、外部から編入一クラスの八クラス規模の編成。2019年、令和元年度の卒業生265名の場合、37%の98名が、現役で、国公立大学に合格している。航空の、県ただししかも府県を知、地、徳、すべてにわたって、事故を磨き続けると解釈して、 下記の5つを教育目標に掲げている。在籍生徒数は1542名、高校828名、中学714名。2020年、令和2年5月1日現在。内訳は2019年度の場合、中学19クラス計758名、高校22クラス計814名。 なお2020年度の入学試験は、志願者は、中学1330名、高校317名だった。学費など諸費用は、初年度で、高校111万円、中学校115万円。これ以外に、制服の費用などを必要。創立100周年記念事業として、新しい校舎が完成し、食堂も新設されたが、それ以前は弁当を持参していた。 制服は、男子が、創立時からの金ボタン5個の黒がクラン。女子は紺色を基調とした、ボレロスタイルで、桂由美によるデザイン。進学体制を整えたこともあり、クラブ活動は2004年度の高校3年生の、引退を境に上限週3日となった。さらに、高校2年時での引退が制度化されてからは、いずれの部活動も競技力の維持、向上が、 難しい状況に置かれている。創立100周年として2014年に完成した校舎は地上8階、地下1階で、延べ約19200平方メートル。1階から7階まで教室、8階に屋内体育館、地下1階にプールがある。校舎の屋根前面に太陽光パネルを搭載している。中学18時まで、高校19時まで、開放の 自習室や不登校の生徒に配慮した学習室を保健室の隣に設置している。また、大阪府市場縄手市にテニスコートなど整備の清滝グラウンドもある。ありがとうございます。